3番村本香菜高橋大輔組関西大学ファイザーズクラブ。リズムダンスではまさかの転倒があり、2位の村本香菜高橋大輔組、1位の小松原組とは 4.81 点差。カナダへの世界を最大限に表現したいと村本はこのフリーに臨みます。昨シーズンと同じ曲を使ってきます。ラ・バヤデール。バヤデールとは舞姫のこと。ポジションも綺麗ですね。軸もしっかり取れています。ストレートラインリフト、出せ方安定しています。降り方にも工夫されています。そしてワンフットステップ、インサイドカウンターからブラケット、トゥイズルも合ってます。片足のローテーショナル、しっかり軸が取れているステーショナルということでした。村本を優しく支える高橋大輔。対角線上に滑っていきます。ダイアゴナルステップ、インサイド直投、アウトサイドもホーク、スケートに柔らかさが出てきましたね。ロッカースライドブラケット丁寧にされてますね。そしてツイズル、手の振りもぴったり。バックアウトツイズル、2回転揃っています。インサイドツイズルぴったりです。しかも近い距離です。レベル4マーク。表情もいいですね。プレッシャーとの戦いでした。しかしカップル結成2シーズン目、確かに見せた超進化です。村本から高橋大輔組、
まずは全日本選手権という大舞台に臨んだ2人です。いや宮本さん、はい、まあ、少しずつ揺らいでしまうところありましたけれども踏ん張り切りましたよね。そうですね、最後のツイズルが終わった後 の、はい、キャラクターステップの時にはいつものこの華やかな、いつも以上に素晴らしいキャラクターステップでしたし、はい、最後までやりきったんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、今シーズンは2度の国際大会でこのアイスダンスでは日本歴代最高得点をマークして自信を持って臨んだこの全日本選手権です。しかし途中ツイズルありましたけれども、いずれも男性女性別々に採点されますがレベル4、最高レベルですよね。そうですね、手の振りもぴったりでしたし距離感も素晴らしかったですし、はい、回転速度もぴったりだったのでいい評価だったと思います、はい。まあ、本来ならば来日するはずだったマリナ・ズヤコーチ、今回来ることができませんが、こちらが村本隆組の現時点でマークされているスコアになります。まあ、そのズヤコーチからは、滑るスポーツなんだから転倒するのは仕方がない、切り替えていつものようにやれば大丈夫という力強く背中をされたそうです。さあ改めてこの2人の演技を振り返ります。まあ、ラ・バヤデールというプログラム、これ自体は昨シーズンと同じだったんですが、また違ったプログラムとして捉えていると高橋大輔は話をしていました。リフトの前の工夫とかね、はい、このリフトの後の出方の工夫とかいろいろ変わっている部分がありますので、全く新しいプログラムと言っていいと思います。そうですね、リフトの安定性というのを増してきましたよね、去年に比べると。そうですね、ピタッと止まる男性のフリーエッグもピタッと止まってましたし、女性のポジションも美しかったです。はい、なんといってもこの2人の場合はシングル時代からその表現力に定評がありました。アイスダンスでも生かされています。そしてこちらが互いにレベル4をマークしたツイズルになります。これ開脚で こんなに近くすると、はい、少しでもずれると、ね、足が当たってしまうほど危ないんですけども、うん、それを全然全く感じさせない、綺麗なツイズルでした。ここからの、ね、華やかなキャラクターステップは本当に素晴らしかったです。はい、コレオグラフィックエレメンツというのは非常にこう個性の出る要素になってますよね。そうですね、このコレオリフトもしっかりプラスの出来栄え点をもらっています。そして浜田コーチと長光コーチ、この2人が今回マリナ・ズヤコーチに代わってリンクサイドに立って2人の演技を見つめていました。そばから支えていました。さあ2度目の全日本選手権演技を終えた村元哉中、高橋大輔組です。2人のテーマはご覧の通り超進化、周りの人たちは驚くほどのスピードで進化を遂げたい、そう話していた2人です。宮本さん、まさに進化してますからね。そうですね、もう素晴らしかったです。はい、得点があります 112.96、 そして演技構成点はなんと全て8点台をマークしているという、176.31 で現在トップに立ちました村元哉中、高橋大輔組です。 Yeah.